さあ続いて私がやってきたのはこちら、海なんですけど、なんかあのインパクトコンパクトだよね。なんかちょっと寂しいですね。あの私はあの鎌倉に来たのは今回実は今日で2回目なんですけれども、前回去年来た時に1回目の時はハワイに行ってきた直後だったんですよね確か。だからすっごくこの海の寂しさみたいのがインパクトが大きかったんですけど、今日は晴れてるし、まあ、そこまででもないんですけど、でもまあ日本の海ってこんなんだっけっていう感じですね。でもね、今日ちょっと大きく違うのは後ろ、これ木がいっぱいあるんですけど、これ海の家を多分建ててるんだろうなと思うんですけどね、聞いてないんですが、あの私はおばあちゃん家が茨城にあって、あの海の家っていうのはあんまり使ったことがなかったんです。なぜならばおばあちゃん家が海に近かったから、おばあちゃん家で着替えて海に行ってそのままおばあちゃん家に帰ってくるね、そういう文化だったので、まあ大人になってから初めて海の家って行ったんですけどね、大学時代とか。まあ懐かしいですね。まあこんな海も簡単に行けるのが鎌倉の魅力なんだなと思って、いいですねやっぱり。まだねそんなに真夏でもないので、あの都内よりはさらっとしててちょっと気持ちがいいです。もうちょっとこの風を感じて、駅の方に戻ろうかなと思います。南花でした。